今回は簡単にできる豚もやし炒めの作り方を紹介いたします。ちょっとした下ごしらえをするだけで家庭でもお店で食べるような絶品もやし炒めが作れるようになりますよ。それでは作っていきましょう。まずは合わせ調味料を作ります。醤油大さじ1、日本酒大さじ1、砂糖小さじ1弱、豆板醤小さじ2分の1、すりごま大さじ2分の1を入れ合わせます。豆板醤がなければ唐辛子でも OK です。香り付けにごま油を少量入れます。おろしニンニクを小さじ1入れます。豚肉に下味をつけます。塩コショウ、醤油を少量入れ軽く揉み込みます。水大さじ1を入れ肉に混ぜます。片栗粉を大さじ1くらい入れ絡めていきます。こうすることで肉がパサついたり硬くなることを防ぐことができます。もやし1袋にティースプーン1のラードを入れ絡めておきます。もやしにラードをコーティングしておくことで熱が伝わりやすく炒め時間の短縮になりシャキッと仕上がります。さらに中の水分と旨味をしっかりと閉じ込めてくれるので美味しくなります。ラードを使うことで淡白な味のもやしも絶品のもやし炒めにすることができます。ラードがない場合はサラダ油で作るのもいいでしょう。しっかりともやし一本一本に油をコーティングすることが大切です。材料は豚肉 80g、もやし1袋、青ネギ大さじ1と先ほど作った合わせ調味料です。今回は家庭でも作れるように普通のフライパンで軽くも同じぐらいにして作ります。フライパンに火をつけて火力を中火にしておきます。油は引かずにフライパンがまだ冷たい状態で肉を入れていきます。コールドスタートすることで肉はゆっくりと熱が伝わり柔らかく仕上がります。さらにゆっくりと調理できることで慌てる心配がないので失敗することもありません。肉はできるだけフライパンに薄く広げていき均等に火が通るようにしていきます。ゆっくりします。肉を裏返しながら赤いところが少なくなるまで焼いていきます。肉は完全に火を通さずに7割くらいに焼いておきます。そうしたらもやしを入れ一緒に炒めていきます。もやしを入れたら肉の上に包めるように広げ肉を蒸し焼きにするようにします。先ほどもやしにコーティングしたラードが熱で溶けて下にある肉の上に落ちることで肉の旨味がアップします。こうして30秒ぐらい放置して蒸し焼きします。
鍋を無駄に動かしたりしたりするともやしに均等に熱が伝わりづらくなり、パキッとした食感になりません。30秒くらいしたら箸で混ぜ合わせるようにして炒めます。今度は肉から溢れてきた油をもやしに絡めるようにして炒めていきます。だんだんもやしが輝いてきて通ったような感じに見えてきます。次に肉が完全に火が通っているか確認をします。このように目で見て確認し、さらに箸で刺してみると火の通りがよくわかります。そうしたら合わせ調味料を入れて絡めるようにして炒めていきます。全体にタレが絡まったと思ったら、彩りの青ネギを入れて仕上げます。皿に盛り付けます。これで豚もやし炒めの完成です。今回は家庭でもできる豚もやし炒めの作り方を紹介しました。このようにゆっくりと丁寧に作ることで、家庭でもお店のような絶品もやし炒めが作れますよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。